はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、こちらの化石流とうとうね、今日メダレの手術したいと思います。ちょっとね、ドキドキしますけどやってみたいと思います。結構ね、下がっちゃってるのでね、ちょっと手術必要かなと思ってやります。はい、それではね、こちらの袋を使ってね、化石菌捕まえてみたいと思います。結構ね、アロワナ追い込んで捕まえるの大変なんですよね。はい、こんな感じでね、アロワナ捕まえました。だいたいね、水量10リッターぐらいですね。こちらなんで麻酔かけていきたいと思います。はい、麻酔入れました。これでね、眠るまで待ちたいと思います。はい、こんな感じですね、入れました。今回でね、この化石菌はね、4度目の麻酔になります。エラ3回やってますからね、今回はメダレです。はい、ちょっとね、フラフラになってきました。はい、それではね、移動して手術します。はい、それではね、やりたいと思います。まず目ですね、こちら裏側だいぶね、白くなってる感じがします。のでこちらですね、ちょっと切ります。結構ね、皮切れないんかな。結構ね、もう脂肪がね、飛び出てきました。もういいかな。それではね、脂肪ピンセットで取っていきたいと思います。すごい脂肪がね、見えますかね。すごいですね、脂肪。目のね、裏側に神経があるので、そこまで切らなければね、多分全然平気。こんなに溜まってんですね、脂肪。暴れる暴れる、ちょっと我慢してくれ跳ねるよ。はい、ちょっとね、我慢してもらって。すごい脂肪だな。まだありそうかな。いや、もういいんじゃないのかな。もういいかな。うん、はい、だいぶね、脂肪取れました。これね、ちょっと余った皮、切ります、うん。うわわわ、すごい。まみ、あ、つけてるから冷めても早いかもしれない。はい、もうちょっと頑張ってもらって。余った皮はね、ちょっと切りたいと思うんで、まあ、ちょっとはね、残ってる。
もうちょっと頑張れ頑張れ、もうちょっと暴れてきたね、うん、もうちょっと頑張ってくれ。いい感じかな。うん、でだいぶ脂肪を取れました。もうね、限界かもしれないからね、うん、はい、うん、だいぶね、こう、そう、正常に戻ってるね、うん、なんかいい感じに戻ってるね、戻った感じが、うん、そうだね。あとはね、こうちょっと裏のね、切り取った皮はね、こうくっついてくれれば戻ると思うので、うん、いい感じかな、うん、いい感じだね、ですね。一応ね、これでとりあえず終わりたいと思います。あとはね、あとは自然治癒で戻ってくれればいいかなと思いますね。じゃあね、これ戻したいと思います。とりあえず成功です。あとはですね、この流れのとこですね、酸素を吸わせて戻るのを待ちたいと思います。はい、こんな感じですね。まだね、ちょっと耐えてますけど、でもね、動画とか見るとこんな感じなんですよね。あとはちょっと上の皮がね、くっついてくれて、どのぐらいまで修復するかですね。とりあえずね、ちょこちょこ経過はね、出したいと思います。ちょっとこちらの目もね、ちょっと暴れたせいか、ちょっと血がね、あるような感じしますけど、まあ、とりあえず復活ですね。このままね、ちょっと様子見たいと思います。はい、こんな感じでですね、こちらの脂肪ですね、こちらですね、結構でっかいの入ってました。あとこちらにもね、結構いっぱい浮いてますけど、こんな感じで脂肪ね、溜まってましたね、だいぶ溜まってました。これだけね、ちょっと脂肪で抑えてた感があるので、メダレしてたのかなと思いますけど、まあね、まだちょっとね、取った感じではまだちょっとメダレはしてますが、まあ、とりあえず経過を見ながら報告したいと思います。